広報岐阜2023年3月1日号3月に入り少しずつ春の兆しが見えてきました皆様お元気でいらっしゃいますかでは内容をご紹介しましょう人が集まり暮らしつながる町へ 小金公園柳瀬グラッスル35誕生。新型コロナウイルス感染症関連情報。案内。ホットトピック。岐阜が動き出す。セントラルパーク小金公園。柳瀬グラッスル35。二つの拠点。3月4日土曜日誕生。 などのご案内お知らせ岐阜市国保の特定健診対象の皆さんへ成年貢献制度に関する相談会社会福祉士そのほか以上です人が集まり暮らしつながる町へ。 コガネ公園柳ヶ瀬グラッスル35誕生セントラルパークコガネ公園と柳ヶ瀬グラッスル35が3月4日土曜日に誕生しますこの2つの新たな拠点の誕生によりさらなる人の流れとにぎわいが生まれ柳ヶ瀬エリアが新たなステージへと進化していきます 問い合わせ先公園整備課電話番号2 1 4 2 1 8 3市街地再開発課2 1 4 4 6 2 9新型コロナウイルス感染症関連情報 新型コロナウイルス感染症に関する最新の情報は市ホームページでご確認ください。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免申請は3月31日金曜日まで。新型コロナウイルス感染症により、 事業収入等が減少し、次の要件を満たす人は、保険料の減免が受けられます。対象となる保険料。1、国民健康保険料。2、後期高齢者医療保険料。3、介護保険料。対象者。全額免除。 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った人。減免。新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等が減少した次のすべてを満たす人。丸一。 令和4年の事業収入等の減少額が、令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上。2> 丸2。丸1に該当する所得以外の、令和3年の所得の合計額が400万円以下。なお、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は、 上記に加えて、③ 3、令和3年の合計所得金額が1000万円以下。減免対象期間、令和4年度分。なお、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に納期限が到来した令和3年度分も対象。 申請方法、問い合わせ先。3月31日金曜日、筆着までに申請書及び必要書類を郵送で、郵便番号500-8701、つかさまち40-1、国民健康保険料は、国保年金化、 電話番号214-4315ページ番号1016348後期高齢者医療保険料は福祉医療課電話番号214-2128ページ番号1012794介護保険料は 介護保険課、電話番号214-2091、ページ番号1004838へ。詳細は市ホームページでご確認いただくかお問い合わせください。新型コロナワクチンの接種案内。 重症化リスクの高い人だけではなく、若い世代の人も早めの接種をご検討ください。公共施設での3回目以降の接種、オミクロン株対応ワクチン、対象者、新型コロナワクチン、従来型の2回以上の接種が完了しており、前回の接種から、 三ヶ月以上経過している12歳以上の人。接種日、会場。原則、ウェブ予約システムから予約。電話番号252-0580での電話予約もか。接種日、会場、ワクチン。予約開始日の順に読み上げます。接種日、 3月18日土曜日19日日曜日視聴者ファイザー社製予約開始日3月2日木曜日接種日3月25日土曜日岐阜産業会館ファイザー社製モデルナ社製予約開始日 3月2日木曜日。接種日3月26日日曜日。北保健センター。ファイザー社製。予約開始日3月9日木曜日。オミクロン株 BA.4.5 対応。日程などは変更になる場合あり。 なお、医療機関での接種については、市ホームページ、ページ番号1016659に掲載。新型コロナウイルス感染症の相談は、受診相談センターへ。平日、保健所感染症対策課、電話番号252の 0393ファックス番号252-0639平日午前9時から午後5時休日夜間窓口電話番号272-8860平日午後5時から翌午前9時土曜日曜祝日 終日。新型コロナウイルスワクチン接種の相談は、岐阜市ワクチンコールセンター。電話番号252-0580。ファックス番号252-0639。毎日午前8時45分から午後5時30分。 広報岐阜3月1日号は2月17日時点の情報で作成しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載記事の内容が変更となる場合があります。最新情報は市ホームページをご覧ください。案内ホットトピック 岐阜が動き出す。セントラルパーク小金公園。柳瀬グラッスル35。二つの拠点、3月4日土曜日誕生。人が集まり、暮らし、つながる街へと進化。街が人とつながる。憩いと潤いの空間。 セントラルパーク小金公園広大な芝生広場をはじめ、イベント空間や様々な遊び場などを整備し、公園を訪れる皆さんが主役になり、楽しむことができる公園です。芝生広場の周りには、休憩場所やステージとして利用できる小高い空間をはじめ、 遊びの空間や、大小様々なベンチ、デッキなどがあります。また、電気、給水設備を整備し、照明中にフラッグを取り付けることができるなど、イベントで公園を使う人も楽しむことができる仕掛けがたくさんあります。高さ異なるひな壇ベンチ、遊びの空間、 小高い空間。憩いとうるおいのデッキ。緑の拠点、芝生広場。キッチンスタジオ。移動式遊具は休日などに設置。問い合わせ先。公園整備課。電話番号214-2183。21 柳瀬の新たなランドマーク、柳瀬グラッスル3535 35年にわたる街づくりの取り組みを経て完成した柳瀬の新たなランドマークです。新たな賑わいの創出や街中居住を促進する拠点であり、自然豊かな岐阜の緑を感じることができるなど、 金火山にそびえる岐阜城のように街中の新しいお城として時代へと柳瀬を導きます。柳瀬グラッスル35高さ132メートル都市型マンション5階から35階公共施設4階子育て支援施設 つなぐて、三階、健康運動施設、動くて、中保健センター。つなぐて、遊び場は学び場。動くて、動く習慣で伸ばそう健康寿命。商業施設、一階、二階。 今後、順次オープン。つなぐて、動くて、4月30日、日曜日、オープン。中保健センター、5月8日、月曜日、移転。にぎわいの広場、G テラス、1階。多様な人が集い、出会い、つながるオープンスペース。 賑わい創出の場、居心地の良い交流の場、情報発信の場として、様々なイベントを楽しむことができます。岐阜の緑、3階、4階、南側、岐阜の緑を感じることのできるテラス、いつでも四季の移り変わりを楽しむことができます。問い合わせ先、 市街地再開発課電話番号214-4629完成記念イベントを開催小金公園柳瀬グラッスル35共同イベント3月4日土曜日小金公園11時30分から オープニングセレモニー13時から完成式典18時30分から柳瀬光ナイトキッチンカーあり柳瀬グラッスル3514時30分から完成式典16時30分から 柳瀬トークセッション3月5日日曜日小金公園マルシェイベントキッチンカーステージイベント移動式遊具で遊ぼう柳瀬グラッスル3512時30分からジャズライブ14時から 親子バランスボール。なお、天候などにより変更の場合あり。詳細は市ホームページ、ページ番号1016166に掲載。長良川遊覧船を運航。長良川を遊覧しながら、 国の重要文化的景観に選定された景色をお楽しみください。条件が整うと、金火山一帯の桜を川もから楽しめます。期日3月18日土曜日19日日曜日25日土曜日26日日曜日 なお、水位などにより、運行を中止する場合あり。運行時間。午前10時から午後4時。1日6便。毎時0分発で、最終便は午後3時発。うかい観覧船乗り場から出港し、45分程度運行。乗船料。 大人1000円子供500円3歳未満無料定員各便28人申し込み問い合わせ先3月8日水曜日から電話で港町1-2うかい観覧船事務所電話番号262の 0104へ、先着順。なお、各出船時間の30分前から、迂回観覧船事務所で乗船手続き。船内での飲食はできません。水分補給はか。岐阜ベジいちごフェア。第1弾、日時。 3月19日日曜日午前10時から午後4時場所柳津町丸の3の3の6カラフルタウン岐阜第2弾日時3月26日日曜日午前10時から午後4時場所名古屋市厚田区六奥野 1-2-11イオン厚田店市では特産農産物をギフベジの愛称でブランド化を進めています。当日はギフベジイメージガールも出演します。内容1ギフベジスタンプラリー抽選会景品あり参加費無料 2旬の岐阜ベジイチゴを販売など内容は変更になる場合あり問い合わせ先農林課電話番号214-2079お知らせまずはじめに岐阜市国保の特定検診対象の皆さんへ 勤務先での検診、人間ドックの結果提供にご協力を。令和4年度に特定検診を利用せず、勤務先の定期健康診断や人間ドックを受けた人は、検診結果、特定検診と同項目の提出にご協力をお願いします。 提出した人には、クオカード1000円分を申請します。ご協力いただける場合は、国保年金課へご連絡いただくか、市ホームページ、ページ番号1001827をご覧いただき、入力フォームに必要事項を入力の上、 検診結果などの写真をアップロードしてください。問い合わせ先、国保年金課、電話214-2651番です。次は、青年貢献制度に関する相談会、社会福祉士、日時3月20日月曜日、 午後1時30分から3時、1件あたり20分以内、場所、高齢福祉課相談室、視聴者1階、相談内容、生活、介護サービスなどの福祉関係、相談料、無料、申し込み問い合わせ先、 3月17日金曜日までの会長日時に電話で青年貢献センター電話269-5501番へ申し込み者多数の場合は希望に添えない場合あり次はセーフティーネット住宅をご存知ですか セーフティーネット住宅とは、高齢者、低額所得者、外国人など、住宅の確保に配慮が必要な人の入居を拒まない民間賃貸住宅です。セーフティーネット住宅をお探しの人は、専用ウェブサイト、セーフティーネット住宅情報提供システムで公開していますので、 ぜひご覧ください。問い合わせ先、住宅課、電話21、214-7009番です。次は、市営住宅に新規入居者用のお風呂を設置。今までお風呂のなかった一部の市営住宅において、新規入居者用のお風呂の設置を進めています。 詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、岐阜県住宅供給公社、岐阜事務所、電話265-3900番です。次は、毒のある植物にご注意を。例年春先には毒のある水仙をニラと、 犬サフランを行者ニンニクと間違えるなど、植物を原因とした食中毒が発生しています。有毒植物を誤って食べると、下痢、嘔吐、痙攣などを引き起こし、死に至ることもありますので、注意してください。食用と確実に判断できない植物は、絶対に取らない、食べない、 占い、人にあげない。有毒植物は山菜に混じって生えていることがあるため、山菜狩りをするときは、一本一本よく確認して取り、調理前にもう一度確認する。野草を食べて体調に異常を感じたときは、すぐに医師の診断を受ける。問い合わせ先。 保健所食品衛生課電話252-7194番です。次は休日窓口を開設。3月26日日曜日4月2日日曜日年度末年度始めは転出、転入、転居などの件数が増加するため 休日窓口を解説します。場所、市民課総合窓口、視聴者1階取扱業務、市民課国保年金課子ども支援課学校安全支援課の住民移動届に関連する業務、問い合わせ先、市民課電話214の 2854番です次はオンラインで受付中粗大ごみの直接搬入粗大ごみを直接搬入する場合に限りオンラインによる受付を行っています年度末年度始めは粗大ごみ受付センターの電話が大変混雑しますので ぜひご利用ください。詳細は市ホームページページ番号1015270に掲載。利用方法市ホームページページ番号1016656または岐阜市オンライン申請総合窓口サイトの 生活環境、生活衛生から申し込む。注意事項。1、一般家庭が対象。2、粗大ごみは次の施設に直接搬入。東部、自己搬入施設。アクタミ、6-401。北西部、自己搬入施設。寺田、1-3。 南部事故搬入施設、境川4-266-13、最大20品目、1品目あたり20個まで4、オンライン受付システムの場合、搬入希望日は入力日の翌々日以降から1ヶ月以内の 事前予約制当日や翌日に直接搬入を希望する場合は、粗大ごみ受付センター電話243-0530番へ電話で申し込む。5. 搬入できる曜日時間は月曜日から木曜日の午前9時から正午。 午後1時から4時、金曜日の午前9時から11時、その他一般家庭を対象に各月の第4土曜日、翌日曜日の午前9時から正午、午後1時から4時も実施。それ以外の土日祝日、振替休日、 12月29日から1月3日は直接搬入不可。問い合わせ先、環境一課、電話214-2418番です。次は、戦没者などの遺族の皆さんへ、特別弔慰金の請求はお済みですか 請求期限は3月31日金曜日まで。第11回戦没者等の遺族に対する特別懲役金、戦没者1人につき額面25万円の記名国債5年償還の請求を受け付けています。請求期限日、 3月31日金曜日を過ぎると受給できなくなるため、まだ申請がお済みでない人は、お早めにご請求ください。支給条件対象者、満州事変昭和6年9月18日以降の戦没者などの遺族で、 令和2年4月1日において公務扶助料遺族年金などの年金受給権者がいない遺族に限られ次の順序による最も先順位の遺族のうち一人が対象戦没者などの子以外は戦没者などの死亡当時すでに生まれていた人に限る 1. 1懲役金受給権者。2. 戦没者などの子。3. 戦没者などと生計を共にしていた。一、父母。二、孫。三、祖父母。四、兄弟姉妹。戦没者などの死亡後、婚姻、養子縁組により、 令和2年4月1日において、氏が変わっている人は除く。4、3以外の、丸一父母、丸二孫、丸三祖父母、丸四兄弟姉妹。5、1から4以外の三神等内の親族、戦没者などの死亡まで、 引き続いて1年以上整形を共にしていた人に限る。対象者が令和2年4月1日以降に死亡している場合は、相続人が申請できます。請求窓口、福祉政策課、市庁舎実会、持ち物など詳細は、市ホームページ、ページ番号、 1005042をご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、福祉政策課、電話265-3891番です。次は、3月9日木曜日は世界人造デー。CKD 慢性腎臓病の予防を CKD、慢性腎臓病は尿タンパクなどの腎臓の異常が慢性的に続く状態のことです。現在、日本では20歳以上の約8人に1人が CKD と推計されており、新たな国民病と言われています。 CKD の特徴 CKD は初期にはほとんど自覚症状がありません。貧血、疲労感、むくみなどの症状が現れた時には、すでに病状が進行している可能性があります。進行し、腎不全になると体内の老廃物を除去できなくなり、最終的には 人工透析や腎移植を受けなければ生きられなくなってしまいます腎機能は一定のレベルまで悪くなると回復が難しいため早い段階で気づき治療を始めることが重要です血液検査クレアチ認知尿検査尿タンパクにより発見できますので 毎年健康診断を受けて結果を確認しましょう。生活習慣の改善を CKD は糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病と密接に関係しているため、医療機関を受診して適切な治療を受けるとともに、 日々の生活習慣を改善することが大切です。塩分、脂質の取りすぎに気をつけ、適度な運動を行い、禁煙するなど改善に取り組みましょう。問い合わせ先、保健所健康増進課、電話252-7193番、中、保健センター、 252-0632番南保健センター271-8010番北保健センター232-7681番です次はマイナンバーカード申請を公民館などで受付公民館申請のみ 各公民館で先着100人までの受付 JR 岐阜駅ステーションプラザ申請のみ原則予約制開設日時3月31日金曜日までの平日午後3時から7時開設日時に電話 080-4157-0059で申し込みが必要。空きがある場合は当日窓口でも受付か。休日窓口申請交付日時3月4日土曜日12日日曜日26日日曜日の 午前9時15分から午後3時30分。場所、市民家、市庁舎1階、及び各事務所、市内7カ所。南部東事務所は3月12日日曜日の実施なし。詳細は市ホームページ、ページ番号1001799。 に掲載次はマイナポイント予約申し込み支援の専用窓口を開設日時3月1日水曜日以降の平日午前8時30分から午後5時30分場所視聴者6階多目的ホール 混雑が予想されます。解説日時に電話080-9714-1550番3月1日水曜日以降で予約ができます。詳細は市ホームページページ番号1019858公開は2月27日 月曜日からに掲載。次は、マイナンバーカードを用いた引っ越しワンストップサービスについて。マイナポータルから転出予約手続きをして、転入先の市区町村役場のみに来庁する引っ越しワンストップサービスを利用できます。 詳細は市ホームページ、ページ番号1019179に掲載。問い合わせ先、市民課、電話214-7553番です。次は、広報岐阜はアプリで読めます。広報岐阜のアプリをダウンロードすると、 ご自身のスマートフォンから、いつでもどこでも広報ギフをご覧いただけます。次の3種類をご用意していますので、ぜひご利用ください。広報プラス、記事をキーワードで検索、文字データ形式で掲載。街色、紙面の形そのままで掲載。 ホームページ情報も表示。カタログポケット。多言語、重言語や音声読み上げ機能あり。問い合わせ先、広報公聴課、電話214-2387番です。次は、 カラスによる停電被害の防止にご協力をカラスは3月頃から映像活動を開始しますカラスの巣が原因で停電が発生する場合がありますので発見した際には次にご連絡ください連絡先中部電力パワーグリッド株式会社 寄付営業所、電話0120-924-148番電柱番号電柱の地上2メートル程度の位置にある番号札に明記を合わせてご連絡ください場所の特定が容易になりますカラスの巣確認済みシート黄色のシートが 巻いてある電柱はすでに状況を確認していますので連絡は不要です。停電の原因とならない場所に作られた巣は残地することがあります。被害を防ぐために針金などの金属類で作られた巣は特に停電の原因となりやすいため使用していない針金ハンガーなどは 屋外に放置しないようにしてください。カラスの住みやすい環境を作らないよう、次のことを心がけましょう。1. ゴミは収集日に決められたゴミ集積場所へルールを守って出す。2. ゴミ集積場所でカラスよけネットを使用する場合は、カラスがめくらないように、 隙間なくしっかり被かせる。3. ペットの餌を屋外に放置しない。4. 果物や野菜は収穫し放置しない。問い合わせ先、低炭素資源循環化。電話214-2178番です。次は、ホットトピック。 岐阜市の喫茶大支出額3年連続日本一総務省が公表した全国の都道府県庁所在地と政令指定都市の2人以上の世帯を対象に行った2022年の家計調査で 岐阜市は一世帯あたりの喫茶代支出額が2位の名古屋市を大きく引き離し3年連続で第1位となりました今後も市の地域資源であるコーヒー喫茶店文化のさらなる認知度向上を目指し広くアピールしていきます喫茶代の一世帯あたり 年間支出金額、ランキング上位5位。1位、岐阜市、15,616円。2位、名古屋市、13,427円。3位、埼玉市、11,112円。4位、東京都区部、18,29円。5位、 横浜市、1万202円。全国平均、7527円。問い合わせ先、商工課、電話21、214-2360番です。次は、霊感商法などでお悩みの人へ、まずはご相談ください。 秘密現種。世界平和統一家庭連合、旧統一協会やその他の団体による霊感商法などの被害に関する相談を消費生活センターで受け付けています。お悩みの人はもちろん、ご家族、ご友人も、まずはご相談ください。 金銭的トラブル、心の悩み、家族間の悩み、身体的な被害など、電話でも相談できます。国家資格などを持つ6人の消費生活相談員が対応。場所、問い合わせ先、消費生活センター、視聴者2階、電話214の 2666番、e-mail, s-seikatsu, アットマーク cit.gifu.gifu.jp です。対応日時、平日の午前8時45分から、 午後5時30分。退所された場合は個室にて相談に応じます3月8日水曜日は国際女性デー女性活躍の推進を3月8日は1975年に国際連合が定めた国際女性デーで平和と安全開発における役割の拡大などによって どこまで女性がその可能性を広げてきたかを確認し、今後のさらなる前進に向けて話し合う機会として設けた記念日です。女性たちの勇気と決断を称える日であり、国連をはじめ世界各国においてこの日を祝う行事が行われています。市ではこの日に国際女性デーのシンボルカラーである黄色で視聴者をライトアップします。市では平成30年3月に策定した 第3次岐阜市男女共同参画基本計画に基づき、すべての人が自らの未来を選択でき、意欲を持って輝ける街を目指して取り組みを進めています。問い合わせ先、男女共生障害学習推進課、電話214-4792番です。パネル展を開催。期間、3月5日日曜日から11日土曜日まで。 場所、問い合わせ先は、ハートフルスクエア G2 階、橋本町1-10-23、女性センター、電話268-1052番、アクティブ G2 階、橋本町1-10-1、ギフゾンタクラブ、e-mail ーーアドレス、d26gifu アットマーク、zonta-d26.jp 3月1日水曜日から8日水曜日は女性の健康習慣健康に関する女性の悩みにご理解を女性の健康については悩みを抱える女性に限らず周囲の皆さんにも学んでいただくことが重要です厚生労働省では3月1日から8日を女性の健康習慣に定め全ての女性の健康で充実した生活を支援しています女性の体は 女性ホルモンの影響によって変化します。分泌量の増減に伴い、起こりやすい病気やトラブルも変わってきます。あらゆる悩みに幅広く対応してくれる場所として、婦人科があります。婦人科のかかりつけ医を持ちましょう。婦人科は、生理の前にイライラする、織り物が気になる、といった月経の悩みや妊娠に関する相談、顔がほてる、眠りが浅い、といった、 高年期に起こる不調など、女性特有の悩みに対応しています。様々なライフステージの悩みに寄り添い、女性の健康を支える診療科です。婦人科では、医師が一人一人の症状に合わせて、薬の種類や量、使用期間などを管理してくれます。自己判断で市販薬を使用するより、的確な治療につながります。生涯を通じて健やかな生活を過ごすために、 いつでも相談できアドバイスを受けられるかかりつけ医を持ちましょう。問い合わせ先、保健所健康増進課、電話252-7193番、中保健センター252-0632番、南保健センター271-8010番、北保健センター232-7681番です。 市営駐車場などでキャッシュレス決済開始3月1日水曜日から対象駐車場駅西駐車場ギフシティタワー43地下駐車場小金公園地下駐車場ギフ駅前広場団体バス乗降場決済手段クレジットカード電子マネーコード決済支払い方法 時間貸し駐車料金、生産機のキャッシュレスリーダーを利用。定期券、回数券、市営駐車場窓口のモバイル端末を利用。問い合わせ先、市営駐車場について、都市計画課、電話21、214-2380番。バス乗降場について、鉄道降下推進課、214-4684番です。 岐阜町歴史探訪町歩き岐阜の城下町をボランティアガイド岐阜市町中案内人がご案内します期日3月25日土曜日集合時間場所午前9時50分岐阜公園総合案内所大宮町1コース総合案内所岐阜大仏井口河原町 工程は約2時間。定員は15人。参加費、希望者。岐阜大仏、消防寺。大人200円、子供100円。常在地、大人150円、子供100円。申し込み問い合わせは、3月14日火曜日までの会長日時に電話で、観光コンベンション会電話26、265-3984番。 申し込む者多数の場合は抽選。2023儀教ファミリーコンサート集まれ音楽の森日時3月19日日曜日午後2時開演場所長良川国際会議場メインホール長良福光2695-2曲目オーケストラストーリーズ隣のトトロ イフ堂々、第1番、ほか。ちびっこソリストとの共演や、恒例の指揮者コーナーあり。入場料、全自由席。親子、大人一人と小中学生一人、1500円。一般、1000円。高校生以下、800円。未就学時は入場不可です。チケットは、長良川国際会議場、義協ホームページほかで販売。 問い合わせ先、岐阜県公共学団事務局、電話244-0150番です。岐阜市の電話番号は26、265-4141。ホームページアドレスは ht t、https//www.city.gifu.com LG ♪e-mail アドレスは soudan.gifu.gifu.jp @city です。以上で広報岐阜2023年3月1日号を終わります。